ゃんちほチャレンジチャンネルのちゃんちほです。そして隣にいるのは、隣にいるのははるみです。弟のちゃんはるです。はるみです。無理やり参加させられてます。このチャンネルではポケモンたちとのいろんなチャレンジ動画を配信してます。いいねと思ったらチャンネル登録よろしくちゃん、よろしくちゃん。僕はそれやらないって言ったでしょ。そしてこちらは相棒のピチューです。バチバチ気合入ってます。どこがよ、めちゃくつろいでんじゃん。今日も頑張ろうねピチューね、ピチューね、ほっといていいよピチュー。今日もやってるで、頑張るで。うわピチューすごいやる気だね。全然そんなテンションじゃないだろう。というわけでございまして、今回のチャレンジはこちら、ムーマと対決、ビビリはどっちだ。そんじゃムーマの解説をどうぞ。ポケモンが好きすぎて時々テンションがおかしくなるちゃんはるさん。好きだけどおかしくはならんわ。図鑑にはこう書いてあります。真夜中、背後から近づき。真夜中？もう寝てる時間だから夕方行こう。夕方泣き叫ぶような鳴き声を上げて。怖っ、ギャーみたいな感じ。ムーマだからムーかも。いちいち反応すんな。泣き叫ぶような鳴き声を上げて驚かせては喜ぶポケモンとのことです。びっくりコワカワポケモンだね。びっくりコワカワポケモンけれども、そんなムーマを逆に驚かせちゃおうってチャレンジになります。まあ驚くムーマがどんな顔になるのかは興味深いね。でしょでしょ。普段から可愛いムーマが驚いた時ね、さらに可愛くなることが予想されるよこれは。うん、それじゃあムーマといえばあの丸みを帯びたお顔が。ほらテンションおかしくなってる。はい、それではちゃんはるも気合十分ということで、もう大丈夫です。チャレンジスタート。へーちゃん、チャンネル登録よろしくちゃん。それではムーマを探しに行こうかなと思うんですが、まずどうした方がいいですかね。そういうのは自分で調べときなさいよ。頑張れポケモンウルトラ大好きボーイ。ポケモンウルトラ大好きボーイってなんだ。足音だけでどのポケモンか言い当てることができるポケモンウルトラ大好きボーイ。普通だろそんなの。普通ではない。そんじゃあそこのガサゴソしてる草むらにいるポケモンを当ててみ。ケムッソだ。ギャー、なんでわかんの。キャタピーとかビートルかもしんないじゃん。微妙に違うんだよ、動きのリズムとかスピードとかが。そんじゃそのポケモン大好き能力で早くムーマ探そう。ムーマは浮いてるから足音しないんだよ。ああ、そうか。見ればわかるだろう。派手な髪型に目がいってて気づかなかったです。これ髪なのか何なのかわからんけどね。あとムーマは油断してる時とかに、あ、え、いやームーマやりよるわ。そのダメージはピチューによるものだけどね。ピチューなんでやってやったぜみたいな顔してんだ。ピチューも私も改めて気合が入ったということで、次はムーマに驚いてもらいましょう。続けるの。チャンチホがぼーっと突っ立っておりますが、あれはムーマを驚かせるための作戦です。まずは油断しているふりをしたチャンチホを配置します。そこへムーマが驚かそうと近づいてきますので、隠れているピチューにスマホで合図を送り、ピチューのフラッシュでムーマを驚かせるという作戦です。またムーマが出てきてくれるかわかりませんが、とりあえず待ちましょう。ピチューよろしくね。ピチュー、そう簡単には出てこないか。出てこないね。一回止めようかな。しかしあいつ一切動かないな。あ、ムーマ来た。よしピチューフラッシュだ。寝顔が可愛い。はい、失敗この作戦。ああ、またこの展開だよ。あ、いや、お前も寝てんのかよ。もうますげえ変顔で寝てた。消えた。今ちょっと驚いてたか。ピチュー、お前は起きたかピチュー。ピチュフラッシュ。ピチュフラッシュって言ったのに。何？ムーマ？ムーマの仕業？ムーマどこどこ？はい、どうでしたか皆さん。ムーマの決定的瞬間を捉えましたよ。捉えましたよじゃないよ。あなた変顔で寝てただけだから。まあまあまあ。ほら見てください、ムーマが驚いてる。ビビってますよ私に。これビビってるんじゃなくて引いてるんだよ。あなたの変顔見て引いてんの。というわけで今回のチャレンジは大成功。ありがとうムーマ。ごめんねムーマ。では最後に一句。はあ。ビビるよねムーマの叫びに起きない私。確かにそれはビビる。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくちゃん。
ろしくちゃん。やらんて